はい、店内ということでまずこちらキャッシャーになります。まあ面接なり用があるときはこちらに一声かけてください。はい、ではまずはじめこちら、まあ、入り口入ってまだ工事中なんですから、工事中なんですけど、まあ、でかいパネルがあります。まあ君ナンバー人だったりとかピックアップしたい子とかね、どしどしこれ乗れるんで、はい、お願いします。はい、ということで店内紹介していきます。こちらどうぞ。まあ、今ちょっとあの1からデザイナーに頼んでスケルトンから作ってるので、ちょっとまだ工事中なんですが、まあ椅子とかも机とかも全部新品ですね。まあ今ちょっとホコリっていうか、まあビニールかぶってるんですけど、これめくるとめっちゃ綺麗なんですよ。はい、まあちょっと今ちょっとビニール破けないですけども、まあこういう棚とかも全部、まあ、汚いですがでもクリーニング入ってでも綺麗になるんで、はい、まあ一番のところ天井ですね。天井がうち高いんですよね、すごい。まあ広い空間で楽しんでもらえるかなと。まあ働く空間もそうだし、あの LED もレインボーに光るので、はい、全体ちょっと見渡してもらえば分かると思うんですけども、はい、じゃあこちらの方にどうぞ。まず裏口ですね、こちら。はい、まずここがお客様用トイレになります。はい、こちらまだちょっと工事中でまだ洗面台がついてないんですけども、まあ、2つともお客様が両立できるように、まあ、混雑した時に混雑しないようにちょっと2つ工事中なので、次行きましょう。はい、次こちらこのドアを開けるとですね、こちらキッチンになっております。まだちょっと汚いですが、これからクリーニングで綺麗に出して美味しいものをどんどん増やしますね。まあキッチンなんでね、まあ、そんな良くはないですけど、まあ、十分上ですね。はい、まで誰かカクテル作ったりとか皆さん頼まれたものを準備して出すところです。はい、じゃあこれの方に行きましょう。こちらどうぞ。はい、まずここがまあ見ての通り、まあこのスタンドあるんですけども、常に、まあ、シャンパンタワーがレインボー光るんですよね。今ちょっと色が黄色なんですけど、まあ、シャンパンタワー常に設置しておりまして、まあ、いろんなイベントとかショーとかあるときはこれワイワイと、はい、した感じでしますね。はい、まあ、こちら、まだ工事中なんですが、こちらリプレイになります。はい、まあ、一応あのパネルとかつけたりとか、まあ、全面もう個室状態になるので今こんな状況なんですが、ちゃんと隠れるのでお安心ください。はい、まあ素敵な王子様と楽しく二人でいる空間なので、ぜひともお待ちしております。はいそれではまあ5月20日オープンってことで、総勢50名募集してます。はい、飯おごります。はい、どしどし何かこだわり見たでもいいんで、ぜひとも、まあ、話だけでも見に来てくれるだけでもぜひお待ちしております。それではじゃあ5月20日待ってる、ぜひ